本日はドイツワイン一問一答です。それでは早速行きましょう。6世紀から7世紀にかけてアイルランドとスコットランドからやってきて、現在のドイツ東部と北部各地にブドウ栽培を広げた人々は、貴族、宣教団、兵士、商人。宣教団。アイルランドとスコットランドからやってきた宣教団がライン川を越え、現在のドイツ東部と北部にキリスト教を布教するとともにブドウ栽培が広がりました。800年頃、ドイツでワイン作りの普及に貢献した人物は、カール3世、クレメンス・ベンツェスラウス、アレキサンダー大王、カール大帝。カール大帝。カール大帝は各地に勅令を出し、適切なブドウ栽培と衛生的な醸造を支持しました。同時に教会、修道院に畑を寄進し、ワイン作りの普及に貢献しました。ドイツで1980年代から20年間、とりわけ栽培面積が増えたブドウ品種の組み合わせとして正しいものは、シュペートブルグンダーとドルンフェルダー、トロリンガーとドルンフェンダー、シュペートブルグンダーとポルトギーザー、トロリンガーとポルトギーザー、シュペートブルグンダーとドルンフェンダー。赤ワイン用品種の栽培面積は、世界的な赤ワインブームを背景に2005年に 36.8% とピークに達しました。とりわけこの2種類が栽培面積を増やしました。ワイン用ブドウ品種ドルンフェンダーの交配として正しいものは、トロリンガーとリースリング、ヘルフェンシュタイナーとヘロルドレーデ、ポルトギーザーとシュペートブルグンダー、リースリングとブケットトラウベ。ヘルフェンシュタイナーとヘロルドレーデ、トロリンガーとリースリングはケルナー、ポルトギーザーとシュペートブルグンダーはドミナ、リースリングとブケットトラウベはショイレーベのそれぞれ交配組み合わせです。2000年代に入り、有機農法に取り組む生産者が増え、カビ菌耐性品種の中で注目されるようになった赤の代表的な品種は、レンベルガー、ポルトギーザー、レゲント、トロリンガー。レゲント。代表的なカビ菌耐性品種に、赤のレゲント、白のカベルネブラン、ソラリス、ヨハニターがあります。ドイツワインの指定地域の中で、ベライヒが最も多い限定生産地域は、ライン川、モーゼル、ビュルテンベルグ、バーデン。バーデン。41あるベライヒの中で、バーデンが最も多く9つあります。ベシテムテス・アンバウゲビエートの数は、9、13、26、41、13。ベシテムテス・アンバウンゲビートは特定ワイン生産地域のことで13あります。2021年に施行されたドイツワイン法のクバリテーツワインの生産条件として、13ある特定ワイン生産地域のいずれか一つの地域内で栽培・収穫されるブドウの最低使用割合は75%、85%、95%、100%。100%。クバリテーツバインでは 100% 地域内で栽培、収穫されたブドウを使用します。一方、ラントバインでは 85% 以上地域内で栽培、収穫されたブドウを使用します。2021年に施行されたドイツワイン法においても引き継がれたプレディカーツバインの肩書きを決める条件は、酸度、エキス分、アルコール量、果汁糖度。果汁糖度。シュペートレーゼなどの肩書きを決めるには、収穫時の果汁糖度とブドウの状態及びワインのスタイルも加味されます。シュペートレーゼの説明として正しいものは、完熟した状態で収穫したブドウを用いる。完熟しているか、キフのついたブドウを用いる。
皮膚化したブドウか少なくとも果熟したブドウを用いる。相当程度に乾燥した皮膚ブドウを用いる。完熟した状態で収穫したブドウを用いる。シュペートレーゼは遅摘みしたブドウから作られるワインで、普通の収穫より最低1週間以上遅く収穫されます。地域の決められた果汁糖度をクリアしたブドウが原料となり、濃度も高くなりますが、必ずしも甘口とは限りません。ベーレンアウスレーゼの説明として正しいものは、完熟しているか皮膚のついたブドウを用いる。皮膚化したブドウか少なくとも果熟したブドウを用いる。樹上で氷点下7度以下の寒気で凍結したブドウを用いる。相当程度に乾燥した皮膚ブドウを用いる。皮膚化したブドウか少なくとも果熟したブドウを用いる。ベーレンアウスレーゼはさらに成熟した超完熟の果粒のみを一粒一粒丹念に摘み取られるワインで、芳醇の甘口でコクのある味わいのものです。トロッケンベーレンアウスレーゼの最低果汁糖度は80から95エクスレ、88から105エクスレ、110から128エクスレ、150から154エクスレ、150から154エクスレ。エクスレとはドイツ人技師フェルディナンド・エクスレが1830年代に提唱した比重計によるブドウ果汁の糖度測定方法で、1971年のドイツワイン法の格付け時の基準とされました。比重計で表される数値をエクスレと呼び、ドイツ以外ではスイスとルクセンブルクで用いられています。ズースレゼルベの説明として正しいものは、発酵後に添加されることがある未発酵のブドウ果汁のこと。甘みを補ったり酸度のバランスを取るために用いられ、添加の上限は総量の 30% までである。発酵を中断後、適切な量のアショウ酸塩を添加することで甘みを残す。発酵後に添加されることがある未発酵のブドウ果汁のこと。ズースレゼルバは収穫後の果汁の一部を未発酵のまま保存したもので、ワインの甘味調整やバランスを取るため、仕上げ時に 25% 以内まで加えることができます。ペールバインの説明として正しいものは、微発泡性のワインで20度において1から 2.5 気圧のもの。最低アルコール濃度は 9%。 イタリアのスプマンテ、フランスのクレマンに相当する。通常シルバーナーなど酸味が緩くアロマティックなワインに仕立てられることが多い。微発泡性のワインで20度において1から 2.5 気圧のもの。ペールバインは微発泡性ワインを指し、20度で1から 2.5 気圧、最低アルコール度数 7% のものです。炭酸は一次発酵に由来する場合と、スティルワインに添加したものがあります。スパークリングワインにおいて、特定生産地域で生産されたクバリテーツバインから生産されるものは、ゼクト BA、ドイチャーゼクト、シャウムバイン、ゼクト。ゼクト BA、ゼクト BA、もしくはクバリテーツシャウムバイン BA には、ビンツァーゼクトとクレマンの2つのカテゴリーがあります。次のドイツワインの名称のうち、ロゼワインのものは、ロートリング、シャウムバイン、ペールバイン、ズースレゼルベ。ロートリング。ロートリングは黒、白ブドウの根性法で作られるロゼワインです。他にクバリテーツバイン以上の品質で、単一の赤用品種から作るバイスヘルプスト。赤用品種を発酵前に圧搾して得た果汁から作るブランドノワールがロゼワインの製法としてあります。シラーバインの生産地はザクセン、バーデン、ビュルテンベルク、ザーレウンストルート。ビュルテンベルク。シラーバインは黒と白のブドウを混ぜ合わせて作ったワインで、ドイツのビュルテンベルク産です。
ブドウ品種のシラーとは関係ありません。シーラーの生産地は、ザクセン、ビュルテンベルク、バーデン、ザーレウーストルート。ザクセン。シーラーはザクセン産のロートリングです。ロートリングは赤ワイン用のブドウと白ワイン用ブドウ、もしくはそれぞれをもろみの状態で混ぜて一緒に圧搾、醸造してできたロゼワインです。ドイツの醸造所連盟 VDP の品質基準で最上位のものは、グローセラーゲ、エアステラーゲ、オルツバイン、グーツバイン。グローセラーゲ。VDP の加盟生産者は厳しい自主規制に基づいて毎年様々な面から検査されており、近年約200の生産者が加盟しています。2012年より4段階の格付けとなり、格付け前に VDP がついているのは VDP 独自の規定に従った格付けであることを明確にするためです。 VDP の品質基準で一級区画に相当するものは、グローセラーゲ、エアステラーゲ、オルツバイン、グーツバイン。エアステラーゲ。グローセラーゲはグランクル相当のもので、オルツバインは市町村名ワイン相当のもの、グーツバインはエントリーレベルのエステートワインです。シュペートブルグンダーの栽培比率が最も高い地域は、ビュルテンベルク、ナーエ、フランケン、アール。アールは赤ワイン用品種が全体の 82.2% を占め、そのうちシュペートブルグンダーが 65.3% を占めます。モーゼルの説明として正しいものは、白ワイン用品種が多く、栽培面積の 90% を占める。上流は下流に比べると標高が低く温暖で降水量が少ない。ベライヒ、ヨハニスベルクがある。テラッセンモーゼルは渓谷の斜面の約4割が斜度 30% 超えの急斜面の畑です。白ワイン用品種が多く栽培面積の 90% を占める。モーゼルは爽やかなリースリングが得意なブドウ産地です。モーゼル川が流れていることで有名で、主に白ワイン用のブドウ品種のリースリング、ミュラートゥルガウ、バイスブルグンダーなどを栽培しています。ワイン生産の 90% 以上が白ワインの産地です。ベライヒ、ベルンカステルがある地域は、モーゼル、バーデン、ラインガウ、ラインヘッセン。モーゼル。モーゼルには6つのベライヒがあります。その中の1つのベルンカステルはモーゼルの中部に位置し、ストレート粘板岩の風化した土壌で香り、味ともにニュアンスの豊かなワインを生み出しています。昔からその名を知られている畑や生産者が多くひしめいています。ビンゲアからゴブレンツまでの景観がユネスコの世界文化遺産に登録されている地域は、ラインガウ、R、ラインヘッセン、ミッテルライン。ミッテルライン。ミッテルラインはライン川流域にあるワイン産地です。栽培面積はドイツで2番目に小さく、生産量がとても少ない地域です。主に白ワイン用ブドウ品種のリースリングを栽培しています。ワイン生産の 85% 以上が白ワインの産地です。ラインガウの説明として正しいものは、ワイン生産地域は北緯45度に沿って広がる。ブドウ畑の 78% をシュペートブルグンダーが、12% をリースリングが占める。オルツタイルラーゲは3つある。ブドウ栽培醸造技術を研究し、若手醸造家を育成するガイゼンハイム大学がある。ブドウ栽培醸造技術を研究し、若手醸造家を育成するガイゼンハイム大学がある。ラインガウは全生産地のうちでリースリングの栽培比率が最も高い地域で、ほぼ 90% を占めます。北緯50度に位置していますが、
ライン川の豊富な水量によって年間を通じて温暖な気候が得られるブドウ栽培には最適の環境です。リースリングが栽培面積の約 29% を占め、高品質なリースリングと赤、白のブルグンダー系品種が産地の特徴を表している地域は、ラインヘッセン、ファルツ、ラインガウ、ナーエはラインヘッセンとニッテルラインの2つのブドウ産地に囲まれている地域です。近年では良質なリースリングやシュペートブルグンダーから高品質ワインを生産しています。ドイツでボックスボイテルと呼ばれる独自の袋状の丸く平べったいボトルで販売している地域は、ラインガウ、フランケン、ビュルテンベルク、ザーレ・ウンストルート。フランケン。ボックスボイテルは紀元前1400年頃のケルト族の陶製の容器が元祖と言われています。ドイツワイン産地でネッカー川流域の地域は、ビュルテンベルク、フランケン、ナーエ、バーデン。ビュルテンベルク。ビュルテンベルクはワインの消費量がドイツ国内平均の2倍に上ります。さらりと飲みやすいワインが多く作られています。主に赤ワイン用のブドウであるトロリンガー、レンベルガー、シュペートブルグンダーなどが栽培されています。ドイツ最東のワイン生産地域は、ザクセン、ビュルテンベルグ、アール、ザーレ・ウンストルート。ザクセン。ザクセンはドイツで唯一東にあるワイン産地で、栽培面積はドイツで3番目に小さい産地です。主に白ワインの生産が多く、ザクセンで栽培される特産物でもあるゴルトリースリングというブドウが有名です。ドイツの食文化の基本となるものは、肉食、野菜主体、保存食、魚主体。保存食。ドイツは国土の大半が内陸にあるため、食文化の基本は保存食です。肉類は塩や香辛料を効かせたソーセージやハムのバリエーションが極めて豊富です。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。